ークショップパレスチナ刺繍エルサレム平和資料館で開催されております特別回顧展被災地に咲いた花々に伴い本館でもパレスチナ刺繍の歴史展を開催中です美しい文様には宗教や文化を背景としたさまざまなキーワードが含まれています祈りや詩を読むようにして芸術的に紡がれ世代を超えて受け継がれた数々の作品をお楽しみください 期間中はワークショップ、パレスチナ刺繍を体験コーナーで実施しておりますので、合わせてぜひご参加ください。はい、皆さんこんにちは。今日は来てくれてありがとう。みんなで楽しみましょう。げーねー、お姉さん、私、針を持ったことなんてないんだけど、平気かな大丈夫よ、全く心配ないよ。あなたにできることをすればいいの、手伝うね。 僕はさ、一回だけおばあちゃんにはわったことがあるよ。大変だったけど、面白かった。そう。じゃあ覚えてることがあったら、隣の子に優しく教えてあげてね。喜ぶわ。鉄面都市ムーンガザの中心にそびえるセントラルタワーズ。その一角にあるこの美術館で月へ移り住んだガザの人々が、 故郷の記憶に思いいを馳せています。私は日系パレスチナ人としてガで生まれ東京で育ちましたが父から伝えられたこの伝統的な刺繍を愛しています父は私が子供の頃に亡くなってしまいましたので一針一針を縫い進めるたびに父と会話をしているような気持ちになるから若い頃はイスラエル軍人だった父との 最後の会話は。サラ、こっちにおいで、パパの手にキスをしてくれるかいうん。もちろん、ココが眠るまで、ずっと隣にいるわ。今日は、お目目見えないああ、もうそう長くは一緒にいられないかもしれない。ごめんな。そう。でも大丈夫。ずっとずっと、一緒にいるから、愛してる。 パそうだな。パパも愛してるよ、サラ。ワークショップは、まきあいあいとした雰囲気の中進み、参加者たちの手元では、初心者らしい仕上がりのパレスチナ刺繍が、色鮮やかな文様を描き出しています。各自が紡いだ小さな断片は、集めて並べると大きなタペストリーになり、完成したタペストリーはエルサレム平和資料館へ送られ、 当時の人々が紡いだ同様の作品と一つになる。月と地球は確かに離れていますが、人々の心はいつもすぐそばで寄り添い合っている。その思いは未来へと変わりません。できたやったけえお姉さん、見てみてわ、まあ、とっても素敵うまくできたみたいね。よかった 奥もできたよ。何回か、針を指に刺しちゃったけどね。面白かった。あらら、私も小さい頃そうだった。大きくなったら、きっと上手になるわよ。さあ、みんな、じゃあ今から、みんなの作品を一つに、つなぎ合わせましょう。ME13 年、6月1日。ムーンガザ美術館。 ボランティア。イエコ、サラ。